ルでーす。今日はですね、もうすぐニューアルバムイエロー発売ということで、こんな企画を用意してみました。やったりすると思うので楽しんでいただけたらなと思います、はいはい、どんどん行きましょう。はい、完璧にラブミーグループ。これは私が作曲したんですけど、まあ、ラブソングをね、改めて作りたいよねっていうのをみんなでずっと言う、そして4曲目、モーニングさん、モーニングさん、これは映画の主題歌になる。そうですね、これは猫なんか呼んでも来ないという映画のお話をいただいて、監督のイメージを聞いて、私たちの映画を何度か見て、そこからアイデアをかなっていう、一緒に別の人から生まれていったみたいな、曲はマミで、歌詞は私なんで、僕がワンコーラス曲を書いたら、でそれをリナに渡したら、もうリナがフルで書いてくれて、でそこからね、曲もその構成は決めてったけども、すごくスムーズに進んでできました。お気に入りです。はい、じゃあ次5曲目、サンデードライブ。これはもうあれじゃないですか、最近車を購入したともみさんの願望が詰まった。そうですね、たもみさんの曲に1人で、やっぱ1人で食べるに大きいよね。そうです、このサイズがね、届くから。でもすごい贅沢よね。そうやな、よく食べるよね。いや、大好き。なんかこう、そうだね、祝い事、嬉しいとか、鍋がひどい、鍋かピザ食べてることね。はい、ちょっと思いのほか喋りすぎてしまいました。気持ちがね、なめたね。お時間が来てしまいましたので、この続きは後編でお楽しみください。はい。以上、スキャンダルでした。後編も見てね。よろしく。